ず、暗黒の練習を披露してしまう。22日、京セラドームで行われた西武対オリックスの試合前に行われた西武の練習が暗黒すぎるとして話題となっている。ライオンズは広いグラウンドを使ってバッティング練習を行わず守備練習をしていた。西武の今シーズンの総得点は143で同率4位のロッテとオリックスの200からは50以上も離されている。頻打解消が急務であるにもかかわらず守備練習を入念に行う西武の方針に対し、ネット上では厳しい声が多く上がっている。打つ方が何とかしているんじゃないんですか。頻打の原因打撃コーチやんけ。1点を守りきる練習しても1点取れなかったら意味がなくてだな。そんな雑音を黙らせる岸の素晴らしいスリーラン。結果論じゃなくて自分たちの課題に合わせた練習してない方針がダメなんだよ。果たしてこれで守り勝つ野球ができるチームなのだろうか。さすがに暗黒すぎるわ。なんじぇ今Qチャンネルは現在動画編集者を募集しています。興味のある方は動画概要にあるメールアドレスにご連絡ください。